おはようございます。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー山田バサラです。最近ですね、歩きながら動画をですね収録するのに味を占めている山田バサラですが、今日もですねバサラ散歩しながらですね動画をね回していきたいと思います。今背景に見えるところはですね、我が家から歩いて10分ぐらいのところにあります沖縄市立高原小学校というね、高原小学校のグラウンドが今背景に見えますね。そこをまあ背景に、後ろにですねバックに、少し歩いてみましょう。全身ですね。あ、今ですねここはですね美東公園ね、美しい東と書いて美東公園なんですけれども、美東公園のまあバスケットコートね、若者たちがね、若者たちって言い方がもうなんかちょっとあの昭和っぽいですけれどもね、若者たちがね、バスケットしておりまして、そこをですね、歩いているという山田バサラでございますが、昨日はサラバン時代より700回、皆さんお祝いのコメントありがとうございます。YouTube にねコメントをくださった方、そして Facebook にもねコメントくださった方がたくさんおりまして、嬉しいですね。なんかあの普段ね喋っている時はどれだけの方がね僕のサラバン時代よりを見ているんだろうとね不安になることもあるんですけれども、ああやってねまあ700回目ということでね、普段ねコメントをね残さない方もですね、おめでとうというねコメントくださって非常に嬉しかったです。なんと第1回目からですねお付き合いくださっている方もいましたですね。すごいですね。第1回目からじゃあ700回ね、701回か今日はね、毎日くださってる方には何かねプレゼントしないといけないですね。何をプレゼントしましょうか、ちょっと考えておきましょう。はい、山田バサラ今、水戸公園歩いておりまして、おお、こちらはですねピンクモンスターというハンドメイドのお店でございまして、このお店が何のお店か私は分かりません。ちょっと調べてみてください。ピンクモンスターをですね過ぎてどこ行こうかな、ここ行ってみましょうか。この通り、はい、歩いてみましょう。山田バサラ、明日はですね大交流会がございます。あ、とっても花が綺麗ですよ。ほらね、花が綺麗ですよ。大交流会が明日はですねございます。明日のね大交流会は先日もお伝えしましたが、フィッシュ君という明王大学の学生さんがですねなんと駆けつけて共演してくれるということで、沖縄市から名護は結構遠いんですよ。なのでね本当にあの今回ね参加してくれるフィッシュ君、非常にね私は嬉しいでございますので、皆さんぜひですね明日の大交流会ぜひ、なんか明日の大交流会は山田バサラの応援というよりもフィッシュ君をね見に来てほしいなというね、気がしてます。ぜひ皆さん明日は山田バサラだけでなくフィッシュ君ね、ぜひなんか物販もね張り切って用意して来るみたいなんで、ぜひ皆さん明日見に来てほしいな。フライヤーも持ってます。はい、明日の大交流会お待ちしておりますね。昨日で700回目、700日連続の YouTube 終えて今日が701回目でございまして、毎日毎日地味に地道に
コツコツ積み重ねていくのがですね、山田バサラの、心情でございますので、どうぞ皆さんまた引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。なんかものすごい学生たちがですね、ちょうど下校時でたくさんいるので、僕もねちょっぴり恥ずかしくなってきましたよ。でも頑張って最後までユンタクして締めたいと思いますが、なんかね僕は何のために歌うたいをしているのかというと、やっぱり皆さんがよくねバサラさんに会うと元気をもらうとか笑顔をもらって、なんかとっても元気になれますというのがとっても嬉しいんですよね。なので僕もね、なんていうのかな、皆さんと会うことで元気をね交換できるようなことをしたいというふうに改めて思います。なので歌うたいというのはあくまでもね、まあ今現在の肩書きでありまして、なんかやっぱり人として一番ね僕がやりたいことは人と出会うことで、なんか元気をもらえたり、エネルギーを交換できることがね僕にとっての仕事なのかなと思ってますので、どうぞ皆さん明日の大交流会遊びに来てください。今日も一日サラバンジ沖縄市高原小学校からお届けしました。